ちょっと絵の販売されたんで話を聞いてみましょうかね。はい、ありがとうございます。大きさとかいろいろあるんですかね、額の大きさは。あ、額は色々言われる、色々単位とか。ああ、なるほど。じゃあ、症状額ぐらいの大きなやつもあるんですね。すごいね。これ1万やっぱりどうなんですかね、10万とか15万とかするんですかね。そんなんで買うてくれたら嬉しいけど、まだ素人なんで。先生が素人言うてあげませんやんか。いやいや、もうまだまだみんなのこと思ったら素人ですよ。今はがきがこれ1枚で300円ですか。1枚。額入れると500円、色紙が1000円、はい、額入れると1500円っていうので、みんなに知ってもらいたいからね。安いね。みんなに知ってもらうのが一番やから。はい、ほんでどこでお店してあるんですか、お店は。いや、もう個人的にここへ出てきたりとか、天神の方で教室は開いてるんですけどね。天神って、あの、この天神、天神どこですか。天理の柳本っていうとこやけど、もう桜寄りのとこで教室開いた。天理教の天理。あ、天理ね。はい、天理もよく行ってます。葛薩園に、はい。そこで教室開いたり。どの辺で？お桜寄り、御霊天皇の陵、あの古墳があるとこ。これ、はい、お姉ちゃん。柳本の駅の近く。はいはい。柳本の駅の近く。JR 柳本の駅の近くで教室開いてます。そうなんですか。うん、もう先生はそこでガボガボやから、こんなもんやらんでもいいんだな。ガボガボじゃないから。ガボガボや。ガボガボや。私こうしてみんなに見てほしいから出しとるんです。ねえ、うん。ちょっとでもみんなに気持ちが変われば、これを読んで変わってもらえれば、嬉しいかなと。まあまあいろいろこう書いてあるじゃないですか、ものすごいね、うん、すごいけど、うん、これはどういう、あの、あれですか、どういうとこから自分で考えただけなんですか、みんなこれ。いや、やっぱりね、いろんなとこで引っ張ってくるっていうか、こんなん書いてあったら、ああいい言葉やなと。してそれ、その本数まだまだあります。まだまだあるよ。なんですの、こういう筆ペンとか、顔彩とか。あ、これもあるんですね。ね、よく知ってはるでしょ。はい、そんなんを使って組み合わせて。これは自分で作ったんですか。はい、これ自分で作ったんですか。これですか。はい、いや、作ったとこういう時とこうたら入れ物に入れてる。あとはもうこなして画用紙、スケッチブックを。スケッチブックに何かあったらこうして書き、書いてるわね。何かあったらちょっと文章書いておいて、はあ、それもちょっと額に入れたらものすごい金で売れそうやね。売ってくれありますね。すごいね。売ってくれあります。着物の画仙紙に書いたってやつを、はい、公然とだから忘れた。着物に、着物の、うん、こっち頭、いやー、すごいね。これこういうの、うん、あ、これ書けるかなと思って書いた。これはあの平安美人ですよね。うん、もうものすごいね、うん、これ自分で書いたんですか。そうですよ。すっごい。それそれそこ、その文字。あ、これは、あ、文字ね。これ、じゃあ、ざっと書いてるだけよ。いやー、いや、これ忘れたらあかんし、なんかの題材にと思って、そんなも要素あるよ、こう、ばっと書いてる。あ、すごいね。その時に思ったら、今やったら年賀状書いてるからね。はい、これなして、あの、ヒント得て。すごい。書いてる。な、もうこの辺はちょっとしたらパッと見て、うん、あの、ちょっと文字が違うな、これ、うん、この辺はな、いろいろその時によってね、うん、文字が変わってきてるかな。この辺は最近の作品。この辺は先生の作品やな、これ多いね。ここは最近ですよ、ね、これ多いね、すごいね。これで100万かな。あ、100万ありがとうございます、はい、ありがとうございます。これが80万ね。わこの作品はやっぱりわしが見るには売れると思いますよ、ものすごい、うん、売れると思う。だから、あの、売る場所ね、売る場所をきっとしてくれたら、うんうん、どっかに置いてくれるとかね。リピーターが同じやつで、こんな感じやったらこんな感じばっかりでリピーター来るからね。あ、うん、前聞いたことあるけど、あの、前、あの、どこやったかな、震災橋に聞いた時にね、あの、同じ稽古のやつを書いてくれ言うてくんねんで、文字の文字ばっか書いてくれ言うてね。あ、書いてる。あ、別注ね、言わせる、うん、ここにこれを書いてくださいという注文で、ちょっと
ほんなら、あれもいるじゃないですか。色紙はこんなんいるじゃないの。色紙は売ってんの。色紙はまだ今日一つしか売れなかったですよ。いや、売ってない、売ってるんですけど、この無地は売ってんの。売ってます。うん、売ってますよ。無地を持ってくれば書いて、無地に書いてくれるな。うん、そうそうそう。はい、絵も見せてもらった。すごい。はい、そしたらよろしくお願いしておきますね。ありがとうございます。はい、ありがとう。